ドンチキ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 はい、どうも皆さん、こんにちは、はじまきょうしょうです。いや、まあ夜でね、親が今寝てるけど、多分ね、聞こえてるのかな。まあね、ツイッター雑談っていうのをしていこうと思います。まあ、前々からね、ネタ会議でもあったツイッター雑談ですね。はい、スペインにあなたは、ツイッターのね、バズ雑談だね。まあ、スペインに、頭おかしいっていうのは、スペインにあなたは、私のオレンジの片割れって言葉があって、自分の魂のパートナーで生涯愛する人のことを意味してるんだって。オレンジを半分にしたら全て別の切り口ができて、合うものが一つしかないことらしいんだけど、すごい素敵で情熱的な言い回しだよね。だそうです。まあ、何も感情も覚えませんでした、僕は。これについて。まあ、俺が言ったらキモいって言われるんでしょうけどね。っていうね、もう、どうしたらキモの輪廻から、キモサイクルからもう抜け出されるんだろうな、本当に。ああ、悔しいな、もう。キモ輪廻から抜け出せねえかな、本当に。キモの輪廻っていうか、もうキモサイクル。キモのぐるぐるからね、抜け出してえな、本当に。特になんかないかな。こういう時にバズツイートは来ないんですね。どうでもいい時にバズツイートが3連続くらい来るんですけど、まあ、バズツイートしか見ないっていうね。なんだ、なんか戻っちゃうな。ロロ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 。ああ。すごい今、バッドな気分なんだよな。むちゃくちゃ。バッティングバッター、バットマンだからな、本当にびっくりするぐらい今ね、気持ちがね、もう残念なね、悲しい気持ちなんですよ。まあいろいろあってね、それだけは話そうかなと思って、俺はもう話していくことをね、話すから、もうね、もう典型的なクソだけど、もう言いたいことを言うと、俺はもうね、勘違いしていいと。もう勘違いしてるけど、なんか、いで、耳が痛いな。バズツイートはないよな。だから普通に。普通のツイートも見ようかな。なんか見たい。まともな。ツイートないんだよな。俺がフォローしてる人変な人ばっかだからさ。まともなツイートしてくれる人いないんだよ、一人も。まともなリツイートもないだろうしな。最近なんかツイッター界隈でなんかすごい、ね、ちょっといじられてるんですよ、僕が。嬉しいことにね。やっぱなんか僕、ツイッターだけ名前をすごい長くしてるんですよ。文字制限いっぱいいっぱいに名前をしてて、それが災いしたのか、なんかそれをすごい、いじってくれてるんでね、すごいなんか、今まで、まあ悲しい話にはなるんですけど、居場所がない、ね、居場所がなかった僕に居場所ができた感じ、すごい嬉しいんですよね。いやー、まあ座ってる状態だからね。いで、首痛い。これでまた首が逆に痛くなんだよな。逆じゃないんだよな、それは。逆じゃない、逆なんだよ。逆ではないっていう、その逆の逆ではないけど、なんつうんだ。最近すごいね、プロモーションのさ、うざいよね。非表示にするっていうのばっかなんだよね。俺普通にいいねしたいんだよな。うん、普通のいいねしたいのにさ、こういうプロモーションっていう短い感じで出てきてうざいよね。いつものさ、広告にしてくれれば俺全然見るのにさ。ね、これ、泉の聖シリーズ。あ、まあ面白い漫画なんでしょうね。全然お前ディスんねえじゃん。うわ、まあ、絶対面白いじゃん、これ。絶対面白いじゃん、これさ。もういいねし、いいねさせろ、ボケ。はい。モーメントっていうのは何なんですかね。まあ、メントスみたいなもんなんでしょうね。って、メントしかかかってないですからね。うんち、ブリブリ、ブリザードソード。今なら4600円で売ってます。最近ね、あれですよ。10年後の仕事図鑑っていう本を見読んでね、もう面白すぎたんですよね。それが。もう面白すぎちゃって、本好きになっちゃったんですよ。で、俺は今までなんかいろいろね、いろんなことがあった時に、辛い時にね、親にね、1円でもお金が生まれるようにってことでね、お金本ばっか読んでたんですよ。お金の増やし方、超一流の雑談力。これはもういいね。今はその投資の本とかそういうのばっかり。まあ、そういう本掃除でクソですからね。うん。はっきり言って。そんなの絶対見てダメですからね、皆さん。まあ、わかんないけど、多分クソだった。もうね、やっぱお金稼ごうとして本読んだってダメなんですよ。面白そうだから本読むから面白いものは面白いんだろうけど、ゴミでしたね。まあ、映ってないかな。映ってない。ギリギリ映ってないね。うん。あと、すごい親が見てたらすごい嫌でいいからなんですよね。まあ、親は面白いなね。たまにね、サプライズって言ってね、なんか買ってきてくれるんですよ。すごいね。物買い狂いの、母親なんで、そういうことして、サプライズって言ってくれた時に買ってくれたのがね、おっって言ってもらって、これ本だなって思って、最初漫画だと思ったんですよ。まあ、これ前も話したから、まあ、で買ってもらって、やったーってね、本3冊買ってもらったんですよね。買ってもらった中身が全部大悟さんの本で、いや、大悟さん俺好きだけどっていう、本当はその時欲しかったらね、大悟さんの本自体は俺あんま読みたくないんですよ。すごいひどいやつだけどね。なんか大悟さんの本はなんか読みたいなとは思わないんですよ。すごい、ディスってるわけじゃないんですよ。大悟さん、でもね、大悟さんのニコ動の動画むちゃくちゃ見たい。うん、でも大悟さんの本自体はあんまりそそらなかった、まあ読んでない状態でね。で、自分で10年後の仕事図鑑買ったわけですよ。むちゃくちゃ面白かった。うん、そのなんか内容とかよくわかんないですよ、バカだから。うん、むちゃくちゃ、バカ、アホかな。うん、でもなんかね、すんごい面白かった。あ、本っていいなと思えるような本だった。っていうね、よくわからないね、感想してるはじめでございますが、まあ面白かったっす。面白かった。なんでため息つくかっていうとね、普通に意味のないため息ってしてみたいなと思ったんで、ため息しただけです。ああ、もうほんと喋りたすぎるんだよな。いででで。暑いんだよな、もうほんと今ね、なんかね、もう皮膚の温度調節がバグっててね、汗かいちゃってんだよな。ちょっと一回、休止をしねえような、すごい軽いノリで休止しますっていう YouTuber、いたことあるかっていうね、見たことあるかっていうのね、あたこと見るかみたいな風に言えば面白かったものを、ただちょっと間違えたっていうね、ほんと、そういうとこだよ、始まる。はい。って言ってもね、一瞬でパパンって切り替えるだけですからっていうのを、ここ説明してるんだ。ちょっとフォーム変えようかな。うん。これね、むちゃくちゃ汚れてるんですよ。なんで、ここら辺しか映さんとこうかな。で、クッション置いて。でね、いつものね、戦闘態勢に、これですよ。始まっていった。この角度、足のね。そうするからね、この足の脇っちょにね、変な出来物できちゃってね。まあ、出来物がね、出ちゃう体質なんで。なんか面白いツイートねえからねえな。こういう時に限って面白いツイートねえな。あ、バズったツイートあったんだけど、承認欲求の塊の皆さん、お風呂が炊けるまで、リプ編します。俺なんてリプ編しようかな。いいや、どうでもいいから。夢丸さんひどいやつだな。あ、なんか、絵のツイート、バズツイートばっかで。あ、かがやさんって人を誰かがリツイートするのを、いつも俺はかずやさんだと思っちゃうんでね、政治系のね、かずやさん。職場の人に、なぜ月曜は電車が遅れるのと聞かれ、週の始まりに絶望する人がいて、人身事故が増えるからだよって言ったら、インド人爆笑して、おいおい、ジャパニーズマジかよ。マンデーなんてサンデーの続きだろ。踊ろうぜ、ダンス。踊ろう。今日は短いぜ。ってね、すごいね、かっこつけた感じで恋のダイナマイトダンスを歌うのやめてください。で、って言ってたから、月曜日はみんなカレー食べて踊ればいいよって、まあ悲しいですよね。人身事故っていうかね、まあ、恋の事故ですけどね、それは事件ですからね、人身事件みたいなもんですから、まあね、悲しいよね、そういうのね、僕は今、すごい楽させてもらってるんで、いや、ほんとそういうね、死にたいって感じはね、まあ、さっきはね、もうなんかいろんなことあって、それはそれでね、話そうとは思うんですよ、もう俺の今までの鬱憤、話そうかなって、そろそろもう爆発して、開革宣言っていうのをそろそろしようと思いましてね、俺はもう変わると、っていうことを言いたいです。なんでかって今夜のテンションなんですけど、まあね、バズツイート雑談はこれくらいにしようかなって思ったけどね、まあそんな感じだ。水飲んだらおしっこしたくなるんだ。おしっこ行ってからまた雑談入りましょう。では。で、今ね、俺がね、その、ではって言って、ここの、まあ、ニュートラルボタン、そんなボタンはないんですけど、まあ、パソコンにあるだろうけど、まあ、俺が今、ニュートラルボタンっていうね、スペースボタンを押すとね、なんか、ここがポチってなるんですよ。まあ、ポチってなるわけでもないだろうけど、まあ、ポチって言って、録画ボタンの役割になるのかなと思いました。で、押したらね、どうなったか。こんな感じですよ。一時停止ボタンにカーソルがいっちゃってて、まあ、カーソルってわけじゃないな。最近、語彙が失われてってる。語彙力をちょっと売ってね、生活をしてるもんで。フォーカス。フォーカスみたいなのが合ってるみたいな。フォーカスってわけじゃないですけど、まあ、まあ、ジョインって感じかな。まあ、ほんとね、語彙力がほんと著しく低下してるし、もうね、多分デブだからいけないんだな。痩せよう。だから俺、毎日1時間歩こうと。ほら、ロレツやばいでしょ。ロレックスかってね、ラコステかってね、ツッコミが飛び交ってますよ。はい、刺されました。刺されました。痛くありません。はい、ということでね、よくわかんない締め方でした。はい、バイチャ。